ホリエモンチャンネル。その後、フジテレビはだから日枝体制になります。で日枝さんという人はもともとフジテレビ労働組合の組合長だったんですよ。でその鹿内信孝さんに引き抜かれてっていうか「お前は労働組合活動やってたら出世できねえぞ」って言って、その社長室長にさして、秘書みたいなことやらせてで引き上げたんですよね。だからもともとやっぱ労働組合の組合長やってただけあってオルグする力が強いんですよ。つまり資本の論理じゃなくその人をこう、まあ、要は共産党政治ってそうじゃない、なんか飴と鞭で、で鞭は与え方がうまいわけですよ。お前俺に逆らったらクビだからなみたいな、とか飛ばすぞみたいなことをすごいやっぱうまく使うのがうまいんですよ。そう思い出したんだ、隅田さんって人なんだけど、その後その産経新聞の社長になる人は。だから隅田さんにスパイをやらせて「でお前これでクーデター成功したらお前産経新聞の社長にしてやるからな」っていう約束でやってるわけですよ。その指示を出したのが日枝さん、全て日枝さんですね。でクーデター成功しました。でも別にその日枝さんはフジテレビの大株主なわけでも何でもないわけですよ。だからそういう時にその社長が取る手段って何だと思います？何だろう。大株主を作らないことですよ。ああ、ばらけさせたままの方が都合。だからばらけさせたいんです。よりばらけさせたいんです。でしかもね、当時フジテレビというのは 51% 日本放送が持ってるから、日本放送の子会社なんですよ。でしたね。でも日枝さんっていうのはフジテレビの人だし、今やラジオよりテレビの時代じゃない、圧倒的にテレビが強いわけですよ。なのにラジオの子会社じゃない、それを逆転させたいわけ。はい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 。でこれ会社法、まあ当時は商法ですけどで決まってるんですけど、親会社が 25% 以上の株を持ってる場合、子会社は親会社の株をいくら買っても議決権が発生しないんですよ。まあつまり要はフジテレビが日本放送を子会社にするとしたら、フジテレビが日本放送の株を買わなきゃいけないんだけど、日本放送が 25% 以上の株を持ってる限りその権いくら買ったとしてもダメなんですね。そうなんですよ。じゃあ 25% 以下にしなきゃ。そうなんですよ。それをやるために、実は日本放送とフジテレビを相次いで1990年代に上場させるんですよ。上場して公募増資ってのをすると株が薄まるんで。と言ってもやっぱテレビ局なんで時価総額何千億もあるから、そのフジテレビの儲けだけでは到底それは買い切れないわけですよね。なのでそうやって上場して資金調達をしつつ日本放送のフジテレビ持ち分をどんどん減らしていくわけです。あと鹿内博明さんの持ち株比率もどんどん下がっていくわけですよ。それをもう要は十何年かけてずっとやってきてたんですよ。鹿内家の方々が相続して持ってるわけじゃないですか。ダンダンダンって。それをどんどん薄めていくわけですよ。増資をしてどんどん薄めていって、で日本放送の株も買うわけですよ、どんどん。フジテレビがね。買うのとその薄めるのと同時並行でその上場してやっていくわけですよ。でその頃ちょうどまあ外資規制っていうのがテレビ局に入ったんですね。それは何がきっかけかっていうと、テレビ朝日を、外資が買収しようとした事件っていうのがあって、1990年代初頭に、ソフトバンクの孫さんとルパート・マードックっていうニューズコーポレーションっていう、まあ、海外のそのメディアグループを持ってるオーナー社長が共同で、突如テレビ朝日の株を 20% 取得したんですよ。でこれはどこから取得したかっていうと、オーブン社なんですよ。でオーブン社は実は朝日新聞社とオーブン社でネット日本教育放送って作られたんですよ。初めのところですよ。で教育っぽいじゃん。教育っぽいです。まあ、教育ど真ん中じゃんオーブン社って。教科書ですね。そうそれで日本教育放送を作って、それが普通テレビ局教育テレビあれは教育テレビで免許降りてますからね。っておっしゃってましたね、さっき。だから、民放の教育テレビですよ、もともとは。だけど普通の放送局免許に切り替えたんですよ、その後。で当時、オーブン社は業績が悪化してきたんですよ。それはなんかバブルが崩壊して不動産ビジネスに手を染めて失敗したんですよ。地価が暴落して借金返せなくなって、虎の子のテレビ局株を売ったりしてたわけですよ。だから文化放送とかもうそうじゃない、とかその朝日テレビ朝日とかの株をどんどん売ってて、その株をマードック孫連合が買ったんですよ。それで 20% 突如外資のものになって買収されんじゃねえかってなって大騒ぎになった。でそこでテレビ業界がその政治に働きかけて、で 20% 以上外資に買わせないって法律を作ったんです。放送法を改正してっていうのが実は後から話に出てくるんだけれども、でそうやって経営をしていたらどうなるか分かります？テレビ局どっちですか？フジテレビですか？そう、フジテレビ上場してますよね。上場してて、でそういうそのもう要は自分たちの支配力を、要は経営者の支配力を上げるための資本政策をやってるわけですよ。なんか業績を上げようとか、そういうのとは関係なしにやってるわけで、自分たちがこの会社を支配しやすくするために、その上場したりとか増資したりとかやってるから、資本効率がめちゃくちゃ悪いんですよ。つまり株主から預かったお金は、株主に儲けて株主にたくさん配当で還元しなきゃいけないのに、なんか自分たちの私利私欲のために使ってるから、その経営効率が悪いっていうふうに資本市場では判断されて、結果どうなってたかっていうと、持ってる現金よりも時価総額が低いみたいな状態になってたりとか、あるいは日本放送ってラジオ局だから業績悪いじゃん。だけど実際はフジテレビの株を 25% 以上持ってる親会社なわけですよ。だからフジテレビの株の方が全然高いわけ。だから例えば日本放送っていうのは当時時価総額 2,000 億ぐらいだったかな、 2,000 億いかないぐらいだったと思うんだけど、日本放送は。だけどフジテレビの時価総額 4,000 億超えてたりとかして、倍も違ったんですね。いやだから要は日本放送ってフジテレビの株以下の価値しかなかったわけですよ。業績はもちろん評価されてないし、もうこれからダメになっていくだろうって思われてた、ラジオ局だから、でそこに目をつけた人たちがいた。それは最初に目をつけたのが村上ファンドですね。物言う株主村上ファンド、そこに出てくるんですね。で密かに株を買い集めてたんですよ。あれそれ1990年代、もう2000年代です、ね、あもうこれ2000年代、ね、もう2000年代の話で、はいで2000年代になって村上ファンドが株を買い始めたんですね。でそれはその親子逆転してるわけじゃない、でフジテレビ株の価値だけでも日本放送は割が合うっていうふうに彼を判断して買い集めてたわけですよ。でそれでもう日枝さんにこの値段以上で買えっていうふうに言ってきたわけです、でしかもそれにはじゃあからくりがありまして、要は 20% 以上外資が持てないでしょ。持てないですね。だけど実際は持ってたんですよ。すいません今ハテナがいっぱいちょっと待って日本企業の名義を借りて、金は俺出すけどお前の名前で持っとけみたいな。それはいいんですか？それはいいんですよ。まあそっか、できるのか。そう俺はお前にお金貸すから、お前の名義で買っとけと。ただし担保に入れとけみたいなっていう形で間接的に外資がフジテレビの株を 20% 以上持ってたんですよ、もうすでに。なぜかっていうと、パフォーマンスが悪いから。これだけ儲かってるのに、経営効率が悪いんで株価が上がんないんですよ。だから割安な株になってた、超割安な株になってたわけ。日本放送もフジテレビも。だから買える人から取ったらめちゃめちゃコスパよく買えるってことで。なんだけど名義書き換えができないから 20% 以上外資が持ってないように見えたんだけど、実際はもう 30% とか持ってるわけですよ。で外資は儲けるために持ってるから、儲けられると思ったら売るわけですよ。十分にこれぐらいリターンが返ってくれば、ただ儲けるために持ってるだけだから。なるほど。でそういうのも村上ファンドは買い集めて、まとめて、日枝さんのとこ行って、お前これ以上の値段で日本放送の株買えよ。日本放送傘下にしたいんだろうっつって。で、持ってったんですよ。でもフジテレビ買う金がないんですよ。足りないんですよ。まあ持ってる預金と。でも逆転させるためには今めちゃ欲しいですよね。買わなきゃいけないじゃん。うん、だから MSCB っていう、はい、ムービングストライクコンパチブルボンドっていう、はい、はい、すごい複雑な仕組みの、はい、資金調達手段で、うん、株をまあ、売るというか資金調達 1,000 億とかしたんですね。うん、でその MSCB を使ってやると、うん、その株価に連動して、うん、その転換価格って言って要は転換社債っていうのはお金を最初は貸してる状態になるわけだから、うん、貸付金と増資の中間合いの子みたいな。増資は返さなくていい金だけど、借入金を返さなきゃいけないじゃない、うん、それのなんかいいとこ取りみたいな仕組みのちょっと特殊なやつ。転換社債ってのは CB っていうんですけど、コンパチブルボンドっていうんですけど、それのムービングストライクって言って株価によってその転換価格が変わるっていう。ああ、ムービングってそこが動くってことなんですね。そうで、会社にとっては株価を高値で推移させれば、うん、高い値段で転換されるんで、うん、有利。うん、でも株価が下がりすぎると、うん、めちゃくちゃ株数を持っていかれるみたいなっていう、まあ投資家が有利な仕組みなんですよ。うんうん、なんで売りやすいんですよ。うんうん、だから売りやすいってことは資金調達しやすいってことですよ。だからフジテレビのようなその株主のことあんまり考えてないような会社でも調達できるんですよ。それで MSCB で資金調達してその株を買おうとしてたんですよ。そこに出てきたのがライブドアですよ。ついに来たんですよ。ここまで45分かかった。うん、ちょっと待ってください。そういう風に出てきたんだ。そう。じゃあ整理していいですか？はい。今日枝さんってその当時どこのポジションにいる方ですか？フジテレビの社長ですよ。大元の全部のトップですよね。うんうん、はい。でその方がでまだ日本放送が上ですね。そう。で村上ファンドがいっぱい買ってて、うん、今目の前に。日本放送の株をねいっぱい買ってての 30% が目の前に提示されてる状態ですね。そう日枝さんの前に、うん、でこれを買うことができたら、うん、逆転できるとそうの手前まで来てた。はい、そこにライブドアが入ってきて、はい、でそれは実質的には村上ファンドが天秤にかけたんですね。どういうことですか？つまり村上ファンドは安く買って高く売って儲けるファンドじゃない？だからフジテレビが高く買ってくれるかライブドアが高く買ってくれるかどっちか競わせた方が高く売れるじゃん。そっか、どっちにしろ売ることは決めてるから、うん、高い方がいいですもんね。そうだから盛り上げた方がオークションだからさ実質的には盛り上げた方が高く売れるじゃんって彼らは考えたわけ、で両方にいい顔をしながら売りに来たわけですよ。うん、でうちも同じくその MSCB っていうのを使って800億近く調達して、うん、自己資金合わせて 1,000 億で日本放送の株を買いに行ったわけですよ。はい、でその時に、まあ、実は TOB っていうやり方でもうフジテレビが日本放送の株を買うっていう宣言をしてたわけです。一株あたりいくらで皆さんの株を買い取りますと、はい、で実際にはさっき言った通り 20% 以上外資が持ってるからとあと村上ファンドが持ってるから要は彼らはただ儲けたい人たちだけだから利益が出ると思ったら売るわけじゃない、うん、だからそこで MSCB で調達したその 1,000 億とかでその日本放送の株を買って、うん、でフジテレビの親会社の持ち株比率を下げれば。うんそしたらもう 25% 以下にして、うん、で日本放送を名実ともにフジテレビの子会社にできるというまあ、もう最後の仕上げですよ。あと一手要はしかない弘明を追い出して、うん、社内固めをして上場してしかない家の株を薄めて資金も調達してやっと自分がその主っていうか、ね、社長のフジテレビが名実ともにフジサンケイグループの頂点に立つっていうところの。うん最後そう一手のところに僕たちが出てきたんです。なんでそこ出ちゃったの？いやそれ村上ファンドですよだから。はあ。構なところに足を踏み入れたわけですね。なんですけど、もともとそのフジテレビの親会社が日本放送っての知ってて、日本放送の株価って低いなと思ってたから、買えるチャンスがあったら買おうかなとかって思ってたけど、そんな金はなかったんだけど、その MSCB で1000億調達できたから、これ買えるかもしれないと。すいません、はい、その当時はここまで今まで語ってくださった日枝さんのいろいろとかっていうことはご存知だったんですか？あんまり知らなかったね。あ、知らずに行ったんですね。だって知るすべないじゃん。今みたいにウィキペディアとかないし。確かに。刑罰は読みましたよ、だから途中で。もうほとんど末期の時に読みましたけど、これ読んだ方がいいよって言われて、なんだこの本と思ったら、ドロドロが全部書かれてて。でどう思ったんですか？いやーすごいなと思った。血塗られた会社だなみたいな。フジテレビで放映されてる「華麗なる一族」ってあるでしょ？ありますね、ドラマが、キムタク主演の、はい、あれみたいな感じですもん。ドロドロが。それで最後の最後で TOB って言って公開株式買い付けってやつなんですけど、テイクオーバービットっていうんですけど、これをやってる最中に、実はライブドアは時間外取引で株を買ったわけですよ。どういうことですか？これルールが決まってて、で市場外で、市場ってのは株式市場ね、市場外でまとめて 5% 以上の株を買うときは TOB をしなきゃいけないっていうルールがあるんですよ。それはだからこそこそ株を買い集めたりとかするのを防止するためにそういうルールがあるんですよ。でそれを TOB をやったわけです。フジテレビはいくらいくらで買い取りますと。でライブドアは実はその TOB ルールの抜け道があって、はい、市場内なんだけど、時間外取引ってのがあるんですよ。だからつまり市場の中でそのオークションがずっと行われてるんだけど、それとは別に、その大口の取引をやるための仕組みがあって、それを使うと市場内取引になるんですよ。だから市場内取引であれば TOB やんなくていいんですよ。はい。っていうルールなんです。なるほど。これルールの話だからね。で、それをちゃんと金融庁に事前にノンアクションレター制度ってのがあるんですよ。匿名でこういうことをすることは合法か違法かを教えてくれる制度があるんですよ。あ、それは匿名で出せるんですね。そう。で、それは2002年に小泉内閣の改革の一つで、ベンチャー企業がこれまでやったことのないような事業をやるときに、これが合法か違法かわからない状態でやって、後から取り締まられたら大変じゃない？チャレンジしにくいじゃないですか。だからチャレンジしやすいようにそういう仕組みを作ったんです。なるほど。それを使って、この市場内とトストネット1って言うんですけど、トストネット1を使ったブロック取引って言って、大口取引は、市場内取引ですか、市場外取引ですか、いや、これは市場内取引ですっていう現地をもらって、で、TOB ルールは市場内取引には適用されないんで、それで、その、村上ファンドとか、が紹介してくれた、その、海外の投資家から買ったんですよ。まとめて。先にもうそこで買っちゃったんですか？それでも 30% 以上の3分の1の株買っちゃったんですよ。ババッと。でどうなるんですか？いやだからそれでもう寝耳に水ですよね。向こうだってもう準備中ですよ。そう。準備中とかもう TOB やってるわけですよ。ですよね。はい。それをもうちょっと高い価格で買ったんですよ。そしたら向こうがやる手はもっと高い価格を出すって TOB をやるか。そうか、そうですね。でもうちは売らないじゃん。でどんどんフジテレビの TOB 価格よりも高いところで市場で株をどんどん買うわけですよ。ただ僕たちは誤算があって、村上ファンドが協力するって言ってたんですよ。つまり村上ファンドが持ってる分は10何パーかあったんだけど、それは売らないで、そのライブドアに協力しますよと。という前提で 50% 以上を共同で取りに行きましょうみたいな話だったのが、なるほど、最後の最後で売られちゃったんですよ、その 15% を。そう。今ライブドア 30% 持ってる状態ですか？ 34% とか持ってる状態で、もうどんどん買い集めていって、40% ぐらい取ったらもう村上ファンドと合わせて 50% 以上取れるからいいよねっていう選定で金を調達してたんだけど、足りなくなったんですよ。なるほど。村上ファンドこう言っちゃったから、うん、それで、うん、うわー 50% 以上取ったんですよ、うん、一時。結局だからもうギリギリで、はい、その金を借りたりとかいろいろやって資金繰りして 51% までは買い進めて、うん、日本放送子会社化したんですよ一時、うん、なんだけどそっからなんかできるんですか？いや、そっから要はその日本放送は 25% 以上持ってるわけですよ。だけど 50% は持ってないわけですよ。もうどんどん薄められちゃってたから 30% 弱ぐらいしかないんですよ。だから直接それでは日本放送は変えられますよ、うん、いろいろできるんだけどフジテレビはもう何もできないんですよ。何もできないっていうかフジテレビの株をさらにまた 20% ぐらい買わなきゃいけないんですよ。あでフジテレビはもっとでかいんでさらに 1,000 億とか必要になるんですね。なるほど、うん、そしたらどういう状況になったかっていうとフジテレビがいろんなところに圧力をかけ始めたんですよ。というのはライブドアと取引するなみたいな。そんなことできるんです、ね、そんなことできるんですよ。強いんですよ。テレビ業界とかもう全部つながってるんで、うん、だから大企業からの広告とか受注とかがなくなった上にリースすらできなくなったんですよ。だからそのコンピューターとか高価なコンピューターとかうちはような10億とか20億とかリースで借りてたわけです、うんうん、それがリース契約の更新を行わないとかそういう圧力をかけられるようになったんですよ。あ、そこまでできなくなったんですね。そう、それでこのまま日本放送は支配できるけど、うん、フジテレビまではまだ2年とか時間かかるよねみたいな感じをしてたところに、うん、北尾吉孝さんっていうね SBI っていう投資会社の社長がホワイトナイトっていうので現れるんですよ。ホワイトナイトってのはその株式のその M&A とかの用語で、はい、買収されそうな会社に協力する人をホワイトナイトって言うんですけど、うん、すごい特殊な取引をして、フジテレビの株を買いにくくしたんですね。うん、とか、はい、そのさまざまな買収防止策を打たれたんですよ。だからライブドアの資金力が何年も持たないようにその例えばそのフジテレビと SBI で一緒に出資してファンドを作るとか、うん、そのフジテレビに現金がなんかだんだんなくなるようなことをやったりとかいろんなありとあらゆることをやってそのライブドアが買収しにくいような状況を作り出したんですね。プラス圧力もまだかけてますよね。そうそうそう。だから結構業績も伸びないし、うん、株価も低迷するしやばいってなって、うん、最終的に、まあ、そういう兵糧攻めみたいになってたんですよね。うん、でテレビ業界はやばいんだぞみたいなことをすごくやって結局さっきのマードックさんと孫さんも買った値段で売ってるんですよ。圧力をかけられてテレビ朝日買収は失敗したんです。そうだったんですね。そう、外資規制もかけられて、うんうん、で最終的にどうなったかっていうとフィクサーみたいな人が現れて、うん、俺がヒエだと円を取り持ってやるとついては買った値段で売れと日本放送の株をいろいろその諸経費かかってるのにそんな関係ねえからお前ら売れとそしたら全てことは丸く収まるんだみたいなこと言われてマジでやばいなと思ったんだけど、はい、最終的に和解をします、はい、で、条件としては、400億、ライブドアに出資しなさいと、うん、要は金をあげろという条件で和解するんですよ、うん、それで買った値段で売ったんですね。買ったのプラス400億ってことですか？440億ですかね。うん、で、まあ、それで業務提携してやっていきましょうみたいな話になったんだけど、うん、まあ、フジテレビからしたら440億分取られたみたいな感じじゃない。確かに。まあ、それで遺恨が残りながら。でも持てたじゃないですか株を日本放送。でもそれを売るから最終的にフジテレビに売ったから。でうちは440億儲けましたって話ですよ。増資できましたって話ですよ。それで一応圧力も止まり表面上は友好関係っぽくなったんだけどめちゃくちゃ恨まれてるなっていうまあでも結局その日枝さんのフジテレビ子会社日本放送子会社計画は成功しました。そうですよね。堀江さんが売った時点で成立ですよね。そうです。そっか。そうなんです。そこの目標は叶ったけど440億も痛いな痛いな、なんだあいつら許せんなとかっていうものがマグマのように渦巻いて裏でどうなったのか分かりませんけど、はい、僕はその何ヶ月か後に捕まります。テレビ局に手を出して金をぶんどるととんでもない目に遭わされるっていうのはそのフィクサーの人が言ったことは本当だったっていうね。フィクサーの方おっしゃってたんですか？いや言ってたじゃん。だってお前はだから買った値段で売れば全て丸く収まるから、あそれは言ってましたけど、俺が吉田に鳥がからってやるからって言われて、 そんなことできるかいって言って、うん、突っぱねて、まあ、和解をしたわけですけど、あそういうことか、うん、金が持たなかったからね。だから正解はそれこそそのさっきの産経新聞当時の社長の住田さんとかの申し出を受けて、もうありとあらゆる手を使ってフジテレビを買収しなきゃいけなかったんですね。そこまで行くことが実は最前提だったわけですね。そうですね。それはでも可能だったんですか？圧力もたくさんあったわけですよね。まあ不可能だったかっていうとそういうわけでもなかったかもしれないなと思いますけどね。はあ、状況的に。そうそうそう。粘って何年も粘れば大丈夫だったかもしれないですよね。まあそれは分かりませんけどね。大変だったんですよ。あ、その後ね何が起こったかっていうと、はい、ライブドア事件を契機にして放送法がまた改正されてちょっと待ってください。ライブドア事件が何年でしたっけ？2006年です。2006年に、はい、認定放送持ち株会社制度っていうのができて、何ですかそれは？ね、テレビ局再編のための会社で、はい、要は傘下に7局分かな、地方局でいうと7局分、キー局は5局扱いとかになるんだけど、をグループとしてその持ち株会社を作れるっていう制度です。うん、でそれを使ってフジテレビグループを再編して、うん、でその認定放送持ち株会社になると 34% 以上の株を特定の人が持てなくなるんですよ。まあ、つまり買収されなくなったんですよ。じゃあもう今テレビ局ってどこも買収できないんですか？うん、まあ正確に言うと認定放送持ち株会社じゃなければ買収できます。じゃない、つまり認定放送持ち株会社の下には 100% 子会社のテレビ局とかあるんですよ。地方局とかがフジテレビの傘下になったりするわけできるんですよ。うんうん、だから放送局は放送局の株を持てる支配できるんだけど、放送局以外は放送局を支配するなって法律ができたんですよ。すごい政治力でしょ。じゃあもう堀江さんのようなことは絶対にできないんですね。そうなんです。2008年だったかなできたの。その法律を、うん、こうなんだかんだされたのも日枝さんとか、まあテレビ業界民放連ですね正確に言うとね。でその後楽天が TBS を買収しようとして、はい、それを断念するのは認定放送持ち株会社制度が成立したからですね。つまり楽天は買収できなくなったわけです。 TBS の株 20% 以上取得してたんだけど買収できなくなったんですよ。でいまだに日枝さんはフジテレビジョンの取締役相談役としていまだに君臨してますと。でもどうなるんですかこれから。もしじゃあライブドアが変えてたとしたら、うん、どういう方向になってってたんですかね。まあライブドアがなんで買おうと思ってたかっていうと、うん、それはねテレビ局が持つ圧倒的なリーチなんですよ。リーチ。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということでいってらっしゃい。No, no.